ございます。団体臨時列車高松行きでございます。電車は専用列車でございますので、一般のお客様はご乗車になりませんのでご注意ください。次は1台に止まります。1台、高瀬、鴨川の順に停車をいたします。高松には13時24分の到着です。また途中、鴨川駅では約35分ほど停車をいたします。途中の鴨川駅では35分ほど停車をいたします。次の停車駅は1台でございます。ご乗車のお客様は車内でお待ちください。まもなく発車をいたします。115系はご利用のお客様、列車はまもなくの発車です。ご乗車のお客様はお急ぎください。向こうの号車には用意しよう。4両の発車はめっちゃ加速いいらしいです。あ、そうなんですね。130キロ出してしまいそうになります。まもなく発車いたします。まもなくドアが閉まりますのでご注意ください。ドアが閉まります。停車いたします。
13時24分、高松の到着は13時24分でございます。
高瀬の発車は11時55分でございます。高瀬の発車11時55分でございます。列車は通過いたしますのでご注意ください。
仕事だよ。ファン氏の家事経営者は。北京が接触して、ちょっと若い二十歳代の人でやらかしてる。だってマッチョもおらんよ。じゃあそこにおられたから。あんたもキスや。いいやるよ。
ただいま海岸駅、サービスショットでございます。よろしければ瀬戸内海岸風景をお楽しみください。この後海岸駅で列車行き違いを行います。また特別区域でも車掌を停車いたします。次の停車駅は鴨川でございます。他の通りますと鴨川まで停車をいたしませんのでご注意ください。Do it.
Thank you.
大丈夫ですか。わかんないですよ、大丈夫です。それは娘で答えたいな。それは欲しい答え。
間、目指せ6000間を進んでおります。まもなくいたしますと、進行方向の右側サイド、丸亀町が開催します。こちらが出てまいりますと、バトナックして、高架に上がります。この列車、丸亀駅、2つ駅と通過してまいりますので、四国の三宮駅、行くとお楽しみください。停車時間わずかのためドアは開きませんのでご注意ください。高井で駅停車いたしますがドアは開きませんのでご注意ください。鴨川行きは12時35分鴨川行きの発車は13時10分でございます。約35分ほど停車いたします。特急列車の石槌14号快速マリンライナー29号快速三宝道号の追い越しがございます。停車通過時大変危険でございますのでホームに私のお客様お届けしますが黄色い電池ブロックと白線の内側の内側で写真撮影とお願いいたします。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。なお本日ツアーには工事列車君並びに JR 西日本岡山社のマスコットキャラクターでございます。まもなくサビちゃんが同行しております。ただいま1号車城の先お席にて撮影を行っております。また順次、車内を巡回させていただきますので、どうぞお楽しみにお待ちください。なお、本日のご乗車の記念品は、高松駅発車後にお配りをさせていただきます。また、本日お申し込みいただいていきましたお客様に、琴平町より、おもてなしのこちらをご用意しております。琴平駅到着時にお渡しをさせていただきますので、お楽しみにお待ちください。列車はまもなく丸亀を通過いたします。丸亀をその後2つ駅と通過してまいります。下山線の下山線を走行する115系の走りぜひお楽しみください。
内で停車をいたします。ドアは開きません。ご注意ください。黄色い電池ブロック、アクセスの内側で撮影とお楽しみください。鴨川を出ますと、
次は高松に停まります。高松13時24分の到着です。高松の最初の発車は1時間後の2時24分、14時24分の高松発車でございます。高松を出ますと鹿野津までノンストップで走り抜けてまいります。貴重な予算線での高松口での走り、ぜひお楽しみにお待ちください。ご乗車お疲れ様でございました。まもなく鴨川でございます。13時10分、1時10分の発車までしばらくお待ちください。
るやつはいいんですけどね。突然、来週あたり、平日撮影。
3時10分発で関西線でしたね。お待たせいたしました。まもなく発車をいたします。まもなくドアが閉まりますのでご注意ください。まもなくドアが閉まります。まもなく発車いたします。列車はポイント通過の際大きく揺れますのでお立ちのお客様はご注意ください。次は高松に着きます。高松14時24分の発車です。
は東駅を通行いたします。八幡線の東駅は鬼がなしと書いて東しという地名でございます。高松市の桃太郎伝説がございます。その昔鬼退治として鬼がいなくなったということから鬼なし東なしとなったと言われております。また東駅を過ぎまして進行方向左手には高松貨物ターミナル通称桃太郎駅と言われております JR 貨物の貨物駅がございます。貨物駅を過ぎますと本津川を渡ります。本津川は桃太郎がどんぶらこと流れてきた川として、言われております。その本津川の先には佐渡内海に浮かぶ根木島通称鬼ヶ島という島がございます。今年は瀬戸内国際芸術祭の開催が予定されております。皆様はぜひ瀬戸内国際芸術祭にも足をお運びいただきますと幸いでございます。なおただいま進行方向右手には盆栽の育てております様子がご覧いただけると思います。高松市また木梨地区は盆栽の地区としても有名でございます。木梨を通過いたしますと高台駅そして高松に着きます。高松駅1時24分13時24分の到着でございます。約1時間ほど停車いたします。高松最後の発車は2時24分14時24分でございます。お乗り遅れなさいませんようお願いいたします。またドアは半自動扱いとなりますので周りのお客様に十分ご注意ください。また一人には必ずお持ちくださいませようお願いいたします。高松駅発車後に本日の乗車記念品をお配りさせていただきます。どうぞお楽しみにお待ちください。
のご乗車お疲れ様でございました。まもなく高松でございます。高松では14時24分の発車まで1時間ほど停車をいたします。さぬき名物のさぬきうどんなどお土産物をお買い求めのお客様、高松の安く名品館をご利用ください。また2階にはアンパンマン広場もございます。頼み物や建物をご紹介するお客様、高松駅売店等をご利用ください。列車は停車中、ドア半自動扱いとさせていただきます。ドア扱いの際十分お気をつけください。また同じ遅れには十分ご注意ください。高松を出ますと、次は高松まで停車をいたしません。後続の列車で追いつけませんのでご注意ください。それとご乗車お疲れ様でございました。まもなく高松でございます。14時24分の発車までしばらくお待ちください。乗り降りされます場合はドア横のボタンを押してドアを開けください。